ホテトルは、ラブホテルなどに女性を派遣姿勢サービスを行わせる、性風俗業態の一つ。店舗はなく、ラブホテル近くの公衆電話などに貼り付けられた小さな広告ビラで客を募る。客が、主に電話ボックスなどに貼られた小さな広告ビラを取り、ラブホテルから電話をする。店はそのラブホテルに女性を派遣姿勢行為をさせる。女性に払った代金の一部は、 女性が店に戻って支払う。店舗が不要で、資金をほとんどかけず開業できるため、一時急激にその数が増えたが、ほとんどがホテルで売春行為を行わせる違法なものだったので取り締まりが厳しくなった。性行為だけを行い料金も安いことから利用者は多かったが、現在は携帯電話が普及し、公衆電話自体は少ないので、ホテトルはほとんど存在しない。 代わりにスマートフォンなどからインターネットサイトを通じホテルで性的行為を行う合法的なデリバリーヘルスが普及している。1980年代、当時のトルコブロ並みのサービスをマンション内で行うとしてマントルなる業態が現れた。やがてホテルでサービスを行うホテトルがこれにとって変わった。トルコブロは解消し、ソープランドとなったがマントルが消滅した後もホテトルの名称は 生き残っている。性感染症などへの予防は女性任せなので、危険が伴う。非店舗であり、ソープランドやピンクサロンと異なり許可や届け出がないために容易に暴力団関係者等が経営に参画できる。風的法違反の無許可営業のところがほとんどで、ラブホテルへの派遣のため管理売春となり、取締りの対象となる。しかし、電話は転送になっていたり、 電話番号もすぐに変更されることから、なかなか摘発されない。大量に貼られた電話ボックスのビラも、周囲の環境を害すことから問題となっており、電話ボックスにビラを貼る違法行為を取り締まると同時に、貼っている人間を逮捕し、営業者を検挙することがある。ピンクビラに対する取り締まりは厳しいため、無店舗型のホテヘルやデリヘルなど、合法的な業態である。 本番行為なしの性風俗関連特殊営業に移行する例も見られる。類似の業態に店舗を持ち、女性と成功を目的にデートするデートクラブというものもあったが、これも売春斡戦行為とみなされ、最近ではほとんど見られない。ありがとうございます。